同酸化物超電導体は、酸化銅を含み超電導現象を示す化合物。他の超電導物質の転移温度はいずれも、液体窒素の沸点よりも低い温度で、超電導状態になるため冷媒として、液体ヘリウムの使用が必要だった。1986年4月に、ジョージ・ベドノルツとアレックス・ミューラーにより同酸化物、超電導体が発表されたことにより、研究が進展した。 その後、20年以上にわたり、研究が進められたが、潜在化が困難なため、バルク上高温超伝導体として使用され、実用化には時間がかかった。2000年以降にようやくリブコ潜在が実用化され、普及し始めた。ペロブスカイトの二次元構造結晶構造として、 ペロブスカイト構造を基礎とした結晶構造のイバに CU3O7 デルタやバイに SR2CA に CU3O10 でクオに八面体のような動産化物が二次元のシート状に広がっていてシートの上下にはランタノイド等による電動をブロックする層があり動産化物層とブロック層が交互に積層する構造を有するという特徴がある高温調電動において シート状に並んだ MO に8面体層と金属 R の層が交互に配置しているペロブスカイト構造による二次元的な電気伝導が重要な役割を果たすとされる。潜在化されることにより送電線、超電導リニア、核気共鳴分光系、MRI などへの応用が期待される。ありがとうございます。